通の人が辛いとか悲しいとか大変だと思うようなことを実は黙々と笑顔で淡々とやるとポイントがものすごく積み重ねられるらしい。で、普通の生活が普通に穏やかで幸せな生活が普通に続いていくときは滝に打たれる修行をしたり座禅したり瞑想したりというようなことでポイントを作り出していかないとポイントが稼げないんですよね。難行苦行をしなければいけない、そういうふうに教える宗教もあるんだけれども、実は私たち庶民には難行苦行してる暇も体力的なゆとりも時間的なゆとりもないんですよ。で、この人はなかなかの人だからちょっと見込んで功徳のポイントをたくさんあげようかなって思った神様がその人に何をするかというと、一般的に愚痴や泣き言を言いそうなことをポーンと与えるわけですね。その時に見込んでその状況を与えたにもかかわらず、そこで辛い悲しいつまらない、辛い悲しいつまらない、嫌だ嫌いだ疲れた、不平不満、愚痴泣き言、悪口文句、恨み言葉、憎しみ言葉、呪い言葉を言ってしまうと、そこでせっかくチャンスあげたのにっていう状態でゼロになってしまうということです。で、私がその功徳っていう話を神様から、守護霊さんからですけど聞いた、とりあえず我が家の娘に関しては可能性は、人間社会の中での可能性は全くなかった、ゼロだった。じゃあその大学はどうして3次元的には全くゼロの子供が25の偏差値の子が72の大学に受かるんだ。実はこの学部は理工系なんですけど、その大学の教授がね、質問に対しては数式で答えてもよい、日本語の言葉で文章で答えてもよい、絵で答えてもいい、図形で答えてもいい、好きなように何でも思うように答えなさいという、そういう学科だった。そしてうちの由香子はまともに戦ったのでは勝てるわけがないと。いや、そういうことじゃない、自分は受かろうとは全然思ってないんです。ただ同じ、そのさっき言ったようにメモリアルとして子供に対する見栄として受けるから、どっちにしても入るっていう可能性は全く考えてなくて、ただどうせ受けるんだったら2時間3時間そこでじっとこもって答え書くんだったら面白いのがいいと思って、その図形でもいいと言ってるその学科の教授のところを試験受けたということなんです。そしたらね、同じ中学高校で上の方に150人いる上の方の人が、5番10番の人が軒並み落ちたんですけど、うちの子は入ったんですよ。漫画描いて出てきたんだって質問に対して全部絵で答えたんだって。だって初めから入る木っていうか入るっていう可能性を考えてないわけですよね。で、もし生地多少学力があったら多分まともに答えてたんだと思いますよ。で、その教授の、大学教授の立場から言ったら、図形で答えてもいい、言葉で答えてもいい、数式で答えてもいい、何で答えてもいいって言ってるってことは、図形で答える人間も欲しいんですよね。生地学力がある人は絶対図形になんか頼りませんよね。図形に頼れる人はうちの子供だけだったでしょうね。そりゃそうですよ。私ちょっとでも答えられるものだったらやっぱり数式で答えを出すと思いますよ。自分に学力がちょっとでもあったら、だってそっちの方が可能性高い。彼女はうちの娘の場合は全くないので、学力がないし全く入るつもりがなくて受けに行ってるから、もう楽しむだけで全部漫画を描いてで帰ってきた。どうだったの？漫画を描いて帰ってきた。で、いいの？だって問題がそういうんだからいいの？で、なんか気になる点はないの？って、なんかあそこちょっと色をつけすぎたんですよ。
の方が良くてもう言ってることがわけがわからない。まあ私の子供だから。でも合格通知が来たの。大学教授はね、多分ね、受験生の中で一人一言も言葉も図式数式も書かないで図形だけ漫画だけで答えた人間を面白いと思ったんですよね。だってそういうふうに答えて良いって書いた以上はそういう人もできれば欲しい。ところが教授が意図したかどうかは別として、ちょっとでも学力のある人は絶対にちゃんとした答えを書こうとする。全く 100% 自信がない人だけが絵を描いて出てくることができる。で、絵だけで勝負した人は多分一人しかいない、受験生の中で。教授は面白いやつだって思ったんですよ。これちょっと大名の言葉を変えるとういやつじゃんというふうに大学教授は思った。これをフランス語で言うと面白い人ですか、うい先にオチを言わないと。せっかくいろいろ考えてここまで持ってきたんですけど。わかりましたか。で、うちの場合はとりあえずそういう意味で功徳が実際に積まれるという事実が、あ、これ親として本当に冗談じゃなく言っときますけど、実力では全く入れません。両方ともありえない。はい、両方とも25ですから、それ以下はないんですから。とにかく 99.99999% の外にいるんですから。はい、すごいですよ。とにかくだからこそ絵を描くことができて、それが絵を描く唯一の生徒だった、受験生だったということで撮ってもらったみたいな。面白いでしょう。もし皆さんね、来年ももしこの大学の同じ教授が同じような問題で、図形でもいい何でもいいっていうものが出ていたら、あ、これなんだなっていうのは多分わかると思いますが、その時に子供にはくれぐれも言い聞かすことね。ちょっとでも学力があっちゃダメ学力があると絶対にちゃんとした答えを出そうとするから、それだとちゃんとした能力の方に負けちゃうわけ。もう全く諦めて完全に絵だけにするって、一言も言葉書いてこなかった、数式も書かなかった、漫画だけ。問いかけた人に対して漫画だけで答えるっていうのは一体どう、漫画で絵だけで答えたって言うんだけれど、面白いですよね。そういうところが用意されていたという意味で功徳ということです。面白い。はい、だから皆さんはその十日町と三条の話っていうところで非常に参考になるんだけれども、もし自分の身に一般的に言われるような大変なことっていうのが降りかかってきたら、まずやるべきことはニッと笑うこと編み物をやってなくてもやってたんだけど、ニッと、まずニッと笑ってきたラッキーで神様は私を見込んだんだって、そして本当にこれがこういう風になってもらえたら嬉しいんだけどっていう時のために功徳ポイントを積み始めることができるということですよ。ちなみに小林正観はやることなすことが全部面白くて楽しい方向に行くんですけど、やることなすことっていうのは頼まれたことをやってるだけで、自分の他でやる気になってやってるわけじゃないんだけども、やる羽目になったことをやってるとみんなそれぞれ面白くて楽しい方向に行くんですね。で、なんでかっていうと功徳積んでるみたいなんです。なんでかっていうと、うちの千代くれのその恵子ちゃんがやっぱり福の神なんですよ。ゆか子に、妹に対しても功徳を積ませてくれる福の神だけども、親に対しても功徳を積ませてくれる福の神なんです。この子の存在を嫌がらない、嫌がらないだけで相当なポイントなんですけど、さらに手を合わせてこの子はうちに来てくれてありがたいって言ってると、4倍のポイント加算になる。それを22年やってきたので、それだけでものすごいポイント、功徳ポイントなんですよね。で、
これはポイントを加算した方がいいですよって何回も繰り返し言っときます。くどく。わかりました。はい、くどく言っときます。来年のね、9月の9日と10日、2日間にわたってプレシードによって私の日程が抑えられているんですが、その最初の日の9月9日、岩手県の金田一温泉というところで緑風荘という宿があるんですが、この宿が2、300年前の古い建物を使っているそうで、体当たりすると崩れそうな、壊れそうな旅館だったそうです。ここに身長が130センチから135センチぐらいの座敷わらしという人が出没してるんだそうで、それもある部屋とその脇の廊下でしか、目撃者がいないというので、多分この部屋だっていうのがある。でその座敷わらしの部屋というのが12月31日まで予約がいっぱいで、1日たりとも空いてないんですって。他の部屋は全部空いてるんだけども、その部屋だけどうしても泊まりたいっていうその予約が来年2005年は12月31日までいっぱいなんだそうですが、9月9日にプレシードが主催で、そこに40人で泊まりに行くことになった。貸し切りで一応お部屋をいただいて、全館貸し切りで私たちのグループで行くことになった。40人のうち10人枠を私がいただいていて、プレシードさんが受け付けられるのは30人まで。で私の方での10人枠っていうのは、東北地方に緑風荘に行ったことがない東北の人々がいて、この人たちが多分10人ぐらいはいるだろうというので、私が10人をこういただいてたんですけど、昨日の段階で20人いるんですね、もう東北の人が。まあ落ちこぼれていく人もいるんだろうから、まあ12、3人で収まると思うんですが、その緑風荘は座敷わらしという少年が出て、でちゃっちゃんこを着てということなんですけども、たまたま2、3ヶ月前にそこのご主人である、五日市翔っていう人が、太平洋の洋とか言って翔と読む、変な読み方をする、その人が次男、次男か三男なんですけども、親がやっていた緑風荘の時はお客さんが全然来なくて、でもう倒れるか壊れるか潰れるかっていう時に、自分も東京に出て働いていたんだけれども、ある日突然にふと思った、あ、自分が戻ってこの宿をやらなくちゃいけないんだと思った。まあ天からの啓示みたいなもんですね。でふと思って東京の職を辞めて自分の家に戻って、三男かなんかなんだけども、その兄貴二人はもうどっかに出てるんだけども、自分が後継いでやり始めたらお客さんがちらほら来るようになった。であるところで座敷わらしを見たという評判が立つようになって、その座敷わらしを見たという人は倒産しかけてた人が会社が立ち直ったとか、もうとにかくすごい幸運でラッキーでっていうことでものすごい評判になって、でテレビカメラが一晩中こう入ってたりする。鳥がね、手を触れるとガタ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 っとその鳥が動いたりするんだけども、振動では絶対に動かない、手を触れない限り絶対に動かない鳥、おもちゃの鳥がね、ずっとカメラ構えてると、ある時間になると午前2時から3時ぐらいが多いらしいんですけども、カタ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 と動いて鳴いたりする。それからその緑風荘の犬が人が来た時でないと絶対に鳴かないんだけども、その午前1時2時3時ぐらいに翌10分ぐらい鳴いてるって言うんですよ。でそのお部屋はいっぱいだから泊まれないって言うんですけど、その五日市翔さんからある人を介して、あ、その五日市翔さんがある感想をぼそっと漏らした話を、その感想を聞いた人が私に教えてくれたんですけど、この翔さんがね、私たちが40人申し込んだ後に1週間ぐらい経った後にこう言った。青函さんという人は、その時に講演会で会ってるんですけど、それで名刺を交換したんで、それで40人泊まることになったんですけども、小林青函さんという人、ものすごくついててラッキーな人のようだって言った。でこの人がどうしてって聞いたら、
なんか予約してる9月9日を予約してるこの部屋のね予約をしてる人がキャンセルしそうなのですごくラッキーだって言った。キャンセルしたっていうんじゃないんですよ。多分キャンセルするだろうからすごくラッキーだって。まだしてない、ね、面白い人がいるね世の中に。多分キャンセルするだろうからものすごいラッキーな人だって言ったって言うんですよ。でどうもその部屋は今のところは予約者がいるんですけど、どうもこの人の予言によるとキャンセルになるらしいですよね。でどうもこの5日について翔さんの考えによると、この部屋に泊める40人の中の宿泊客はどうも小林製菓を想定してるらしいんですよ。私がその部屋に泊めてもらえるらしいんだ。で私は40人の人と一緒に泊まるわけだから、当然40人の人はどうしてもこの部屋に夜行ってみたいって言いますよね。と私の方は10人ずつ1時間ずつ借りてもらってますね。二回りですよね。どこで当たるか分かりませんけど。でその他の40人の方々は1時間ずつ4時間後にもう1回1時間来てっていうので、2時間の間に座敷わらしを見るかどうかっていう期待で来られるわけですけど、私は一晩中寝られないわけですよ。廊下で寝るかっていうどうなるだろう。でこの緑風荘面白いとは思いますが、実はっていう話で聞きたいですか？そろそろ終わりですけど、あと10分か20分ぐらいで終わりですけど、ああよく喋ったな今日は。ちょっとお休みにして、だってこの話簡単にしたくない。皆さんはね、1万円払ってまあ5時間聞いてるわけですけど、小林製菓がこの2、3ヶ月にあったことなんていうのをずーっと喋ってたらね、もう多分ね、睡眠不足で死ぬと思いますよ。面白い話ばっかりなんだもん。だってもう一人の人間が普通に生きていて、次から次へとこういう面白い話に遭遇するんだと、もうやってられません。やっていたいです。面白くて面白くて、特に何かを求めてさまよってるわけじゃないのに、勝手に向こうからどん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 と楽しい話が舞い込んでくる。まるで自分のコンピューターに組み込んであるみたいで、これを舞い込んでるんですけど、舞い込んでくる。でね、身長が130から135ぐらいで、うちの恵子ちゃんが身長が135なんですよ、22歳だけど。でいつもニコニコ笑っていて、愚痴を言ったり泣き言を言ったりは一度もしたことがない。でちょっと体の弱い人や体の不自由な人いたりすぐちょこちょこっと言っていて、手を貸したりにっこり笑ったり、駐車場のおじさんに上半身を90度曲げてありがとうって言ったりっていう、もう本当にその温かい子なんですけど、優しい子なんですけど、よく考えてみたらこの子座敷わらしではないんですか。この子ちゃんちゃんこ着せたらもう全くその通りですよ。で実は座敷わらしという特定の目に見えないことも想定しなくても、座敷わらしをいただいてる親や家庭というのが実際にあるってことですよね。この子が来てから半年間は私はその障害のある子どもって知恵を受ける子どもっていうことで色のない風景を半年間見てたんですけれども、その半年後にああこの子を授かってよかった、この子が我が家に来てよかったっていうふうに思えるようになった。そっからは我が家にはずっと福の神なり座敷わらしがいてくれるような感じなんですけど、もしかすると体を持っている座敷わらしがいるのかもしれない。もし皆さんの家族の中に体が不自由な人がいたり、知恵遅れの人がいたり、おじいちゃんおばあちゃんを面倒見なくちゃいけないというような事情に置かれてる人は、その人が座敷わらしなんだという事実をお教えしておきます。座敷わらしなんです。
座敷わらし風に出たり入ったり消えたり現れたりしないだけでずっとそこにいるけども、その人が存在することで明るさや光や優しさをいつも投げかけてもらっているということですね。わかりますか？だから自分たちにとってハンデであるとか足を引っ張ってるとか大変だとかっていうふうに思うのが、さっき言った辛い悲しいつまらない嫌だ嫌いだ疲れた不平不満愚痴泣き言悪口文句恨み言葉憎しむ言葉呪い言葉の方になるんですけど、この子がいてくれるおかげでうちはいつもニコニコして穏やかで、この子一人が求心力になってくれてるから、この子を中心として家族が結束してるというのもありますね。はい、なんかそういう意味でこの子がいてくれるから嬉しいしありがたいし楽しいしというふうに思うことができたら、その子は間違いなくその家での座敷わらしである。そしておじいちゃんおばあちゃんでもし寝たきりの人がいたとしたら、その人も座敷じいさん座敷ばあさんというようなことになるのでしょうかね。だからハンデを背負って一般的に大変そうに思えること人物というのは、実は裏返、宇宙的に裏返してみるとものすごいポイントを稼がせてくれる事情なのではなかろうかということが浮かび上がってきたわけです。はい、トランポリンでね、高く飛び上がるためには深く沈み込まなくてはいけない。だから一般的に不幸で悲劇で辛いことに見えるようなことがどうも来てるみたいだけども、そのために高く飛び上がれるというのがあるみたいだ。はい、だからあまり力を入れないで頑張って飛ぶぞっていうよりは、まず下に沈み込むことが大事みたいだっていうので、トランポリンは力を入れないでチャランポランにやることです。これを一言で言うとチャランポリンって言うんですけど、で高板飛び込みっていうのもあって、あの水泳で高板飛び込みを高く飛ぶためにはまず深く沈み込むことが必要で、ですごい若くて顔がハンサムでかっこいい人っていうのが飛び込むと坊ちゃん分かんなかったみたいですね。顔がハンサムでいいとこの家の子供が飛び込むと坊ちゃん、それで年齢がある、ある程度いった人で高い飛び込みがいや一応言わせていただくとね、年齢がある程度いったとこに行った人で若い頃に高板をやっていた男性が飛び込むとじっちゃん若い頃にやっていてある程度年齢がいった女性が飛び込むとだんだんお家を先にお家を先に言わないようにしてくださいで高い板飛び込むもそうなんですけど、高く美しく飛ぶためには深く沈み込まなくてはいけない。軽く沈んだのでは軽くしか浮かん、こう上に上がらないわけで、全部そうなんですけど、それが結局宇宙のある種の摂理かもしれない。ジャンプするためには沈み込むことということですね。実は般若心経の中にオンリー一切天道無双って言葉があって、オンリーっていうのは真羅万象現象のことを言います。その現象は全部一切転倒無双、転倒している夢のごとくにっていうんですけども、神仏が見ていると人間は頭で歩いて足の先で喋ってるように見えるだそうです。全部逆さに見えるんだそうですね。幸福だ幸福だって思ってることが実は全然幸福じゃないことだ、不幸だ不幸だと思ってることが実は全然反対なのよねっていうのが神仏の立場だそうです。はい、この解釈もある日突然に全部般若心経が分かった時に突然分かった解釈なので、これもまた不思議なんですけど、私は私の中で一貫して理解ができているのでこの考え方が間違ってはないと思いますが、はい、神仏から見るとそういうことだということなんですよ。だから皆さんが不幸だ不幸だって言ってることは実は不幸ではないのかもしれない。だから
淡々と騒がないで笑顔でやっていくこと。お茶をこぼした、あー不幸か。コーヒーをこぼしちゃった、あー不幸って、すぐ不幸って叫ばないよ、はい、でそこでニコニコしながら不平不満、愚痴、泣き言、悪口もこう言わないだけでポイントが稼げる。さらにそこにその現象を目の前にしながら、なおかつ嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる、笑顔つきでそんなことを言ってると、ポイントはものすごく加算されるみたいで、本当に困った時にそのポイントカードは使えるということですね。